はい、どうもエルザです。それではあつ森やっていきたいと思います。そうですね、今回ニュースが流れてて、でなんかね、案内所を改築しようという話が出たので、ちょっと今タヌキチのところに話聞きに来てます。そうそう、お部屋増えてたんだよね。お部屋もちゃんと増えてたでしょ。なので部屋が今2つになりましたね。そうだね、ATM から。エルサンさん、今後リフォームのサービスを提供する。おー、外観のデザイン変えれるんだ。すごいね。ほうほう、お金取るんだね。おい、外観変えれるのは嬉しいね。タヌンボートとかはなんかね、あまり使えなくなるようなので、改築始まってね、多分2日がかりになるのかな。まあとりあえず預金からね、全額一気に払いましょう。これでローンは払い終わりと。もっともっとはい、あと一部屋ぐらいかな。そうだね、マイホームの相談まずして、増築リフォームしたいね。増築でまず、じゃあそれでお願いします。いやー、ほぼ80万近くっていうのが一つなんだけど、何をするっていう話で、特には家は改築するけど何もないよっていう感じなんだね。そしたらまず新規さんのご挨拶いきますか。3人目最後の新規さんだね。は、こちら、さあ最後はマリアですね。あの島ではどうもありがとうございました。おかげさんに無事引っ越しができました。まあ、2人でね子供がめっちゃ可愛いよね。荷物片付けますので明日からよろしくお願いします。いいのよが口癖なんだね。そうか、じゃあ特には他は待機というかそんな感じかな。多分結構今待機時間が長くて、待機時間っていうと待ち時間だね、正しく言うとね、多いんで、結構ね、火まくぐまで何もすることがないってことが多いので、まあいろいろ考えもなきゃね。まあただちょっとリンゴの島とか見つけたんで、ちょっと果樹園も整えていこうかなと今してるところです。あとはそうだね、ちょっと島をぐるっと回って何かないか見ていきますか、せっかくなんで。さあ、こっから回ってみましょう。キングさん、あ、いっぱいだった。とりあえず暖房ゴミをね。じゃあちょっと回ってみましょう。お、誰かいる、こんな雨の中。う、口の中がしょっぱい。ジョニー、おーの、そちらは取り勝ちです。この勝ちは右、多分お箸を持つ方左かもしれないけどね。いや、やめて、食べないで、私の分ちゃんと残しといて。かわいいね、ジョニー。早く見に、あと5分だけ。なんだか足が冷たくたまらない。そりゃ入ってるからね。お、目が覚めた。私の愛しい人はもっとこっちに。
では、あなたどなたですか？ああ、一応そういう体だね。私はジョニー、しがない船乗りなんですけど、もしかするとあなた、私を助けてくれたんですか？オーマイゴッシュ、なんということでしょう。命の恩人に失礼な態度を取ってしまいました。どうかお許しを。逆によう助かったな。何分私は今とても混乱してまして、というのも、私の乗っていた船から水から身を投げ出した。おー、まあ寝ぼきてたんですけどね。でももう大丈夫。まあ便利な時代ですから、これさえあればいつもどこでも助けることができます。ほら、この通信装置さえあれば。あー、思いっきり壊れてるね、あの画面で。あら？オーマイゴッシュ。オーマイゴッシュってな。私の大事な通信装置は壊れちゃってます。まあ、そりゃ、海にね、行ったらね。さあ、通信装置のパズルはほとんどなくなってます。これで私の仲間たちが見つけ出してくれるのは、ただ待つしかいません。しかし、それでは一体いつになることやら。え？通信装置のパーツって何？まあ、探してあげるけど。おそらく砂浜に埋まっていると思います。パスはここほどあれば多分大丈夫です。船を見逃さないようウォッチングしています。うん、まあいいや。じゃあ、ちょっとアイテム整理して、パーツ探ししますか。さあ、片付けしてきました。んじゃ、早速掘りに行きましょう。の前に、金のなる木が育ちましたね。さあ、いくらもらえるかな？ 1000。まあ、ただでもらえると思えば、マシな方か。3000円。しょっぱいね。んじゃ、砂浜にあるって話なんで、掘っていきますか。ただその目印があるかどうかだよね、パーツの。まあ、いや、あ、まさかのアサリじゃなくてこれ。あ、それならまだ話早いや。あ、違う違う、こうだね。あー、違う、微調整が欲しい。ああ、アサリかどっちかか。今回、ジョニーは何をくれるのか。さあ、二つ目。あ、ちゃんと重なるね。さあ、三つ目。意外と密集してる。これは、ああ、違う、さすがにアサリかな。いや、早いね。予想以上に近い。それはそれで楽。さあ、5個目。早かったな。じゃあ、私に行こう。さあ、これ渡してどうなるかだよね。ほい。揃ったよ。ほい、あったよ。お、これはまさしく私の通信装置のパーツと。これで OK かな。ビリビリサンクス。これで通信装置は直ったはず。ジョニーよりこれでよし。ちょ、画面バキバキやけね。恩人のあなたには後日お礼の品を送ります。助かりました。本当にありがとうさんです。島の住人になるとかそういう感じではないんだね。
ってことはあと何回か助けれるってこと。変身バタか。それから安心してるでしょうね。既読ついてますから。それ既読するって言うんだよ。変身バタ。仲間たちが抱き合いながら私の無事を喜んでることでしょう。既読ついてますから。これちょっともうちょっと話していきたい。続いてるはず。さあどうだ、どれどれ。変身まだか。多分今頃こっちに向かってると思います。既読ついてますから。切ないな。既読ついてますからが切ないな。でその隙にちょっと一回サメ釣ってみる。いつまでいるんだろうね、あの子。まあ、思ったんだけど、ジョニー、結構、こういう風に溺れてるのかもしれないね。飽きられてるっていうか、そんな感じかもね。あー、一周した感じが。記録ついてますから。切ないな、記録ついてますからって。いや記録するね。いやそれならね、呼ぶなよって思うけどね。呼ぶなよって思うんだけどね。記録するぐらいならね。さあ、で、今回、まあ、ジョニー見つけて、ちょっとぐるーってしながら、何かあるかなと思ってるんだけど、はい、ですね、いろいろとこう見て回ったんですが、特に今のところやることがなく、まあお金を集めたりとか、まあ整えるとか、それぐらいになりそうなので、今回はここで一旦止めたいなと思います。まあ、次回は案内所が完成するか、何かしら古希使われるようなことがあれば、そちらの方をやっていこうかなと思います。まあちょっとそんだけ暇があるなら服もちょっと作りたいけど、作れるかな、ちょっと気になるところだけどね。ということで、今回はちょっと短めですがここまでとなります。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。